はい、えー、皆さんこんばんは、えー。松尾市の石塚です。えー、10月18日金曜日、本日の松尾市の新型コロナウイルス感染状況をご報告いたします。 え、本日新たにあの18名の方の感染確認されました。え、これは千葉県公表の松戸市在住の感染者数、総数940例目となります。またこれ以外の,他の都道府県で公表されている方が11名と、え、船橋の方で公表されている方が9名、え、千葉市の方で公表されている方が3名と、柏市の方で公表されている方が2名ほどおりますので、え、松戸市在住の新型コロナウイルス感染者数、総数965名となります。1二月18日現在で965名となっております。え、またですね、え、学校関係なんですけれども、横須賀小学校ですね。 の方で、こちらの児童がですね、濃厚接触者として特定されました。でですね、あの、感染拡大防止の観点から、12月18日ですね、本日からですね、当面の間、当該児童が在籍する学年はですね、学年閉鎖といった形になります。また、中学校の方でもありました。え、よく、え、か塚中学校ですね、あの、川中の方でもですね、こちら生徒が濃厚接触者として特定されました。 で、こちらもあの感染拡大の防止ということで、あの、当該生徒が在籍している学年ですね、当面の間ですね、本日からですね、こちらも、12月18日、本日から当面の間の学年閉鎖といった形になります。 ちょっと感染者数ですね、本当、え東京をはじめ首都圏で大きく増えてきております。何度も何度も申し上げておりますが、あの、手洗いと、うがいと、室内の換気ですね、こちらの方を徹底してください。えそれではですね、1 2月18日金曜日、本日の松尾市の新型コロナウイルス感染状況をご報告させていただきました。えー、最後までご清聴いただき、ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。